中央大学行ってみたいと思います。本日の長部の全体像ですが、段落は6つで、設問形式はこういう感じになっております。で、皆さん、内容1問題は他の大学でも扱っておりますので、中央大学ならではというところで、空小10問題と下線部説明、合計9問行ってみたいと思います。ということで、よろしくお願いします。サミさん、第1段落でございます。一読をしていただいた後、皆さん、こちら問いの2番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これはもうそのまま訳していただけるといけそうですね。まず先頭、リトル・ディル・ゼイ・リアライズ。もちろんリトルはほとんどない、つまり否定の副詞ということでよろしかったかと思います。ですから、ほとんど気づいていなかったんですね。で、皆さん、その具体的な内容はこのあたりですが、皆さん、シーウィード海藻でございます。まあ、ちょっと100歩譲ってこれが分かんなくても一応なんとかなりますからね。で、それが皆さん環境にとって恩恵があると、で、そういうことを認識している、気づいている人がほとんどいませんでしたと。ですから、選択肢の A の文頭、 quite a few、 かなり多くの人たちが思ってました、信じてましたというわけではないですね。そして皆さん、 B をすっ飛ばして C、 アフレイドの話はないですね。で、皆さん、選択肢の D も気づいておりましたと書いてますので、ダメですね。ですから、ほとんど気づいていませんでしたということで、選択肢の B が正解ですね。さあ、続いての段落でございます。まずはこちらの設問の指示をお読みいただけますでしょうか。すみません、注釈こちらにございます。そして、まずはこの空欄 A ですね、選択肢こちらでございますので、この中から一つ選んでいただけると嬉しいかと思います。皆さん、これは空所の前後の関係性を考えていただけるといけそうですね。皆さん、左側は温室効果ガス、そして右側は人間の行動もしくは活動ですね。もちろん人間が活動すれば、結果的に温室効果ガスですね、それが発生するわけですから、前後は因果関係ですね。つまり、こちらが原因で、左側が結果ですから、その因果関係を示す表現と言われたら B の構図ということでよろしいかと思います。さあ、続いてこの空欄 E をお願いいたします。皆さん、これは左側、世界の車と飛行機ですね。それを全部ひっくるめた上で、それよりも多いと言っておりますね。ですから、車と飛行機をまとめている話ですよね。で、その両者をまとめている、合わせている選択肢がありますね。ですから、E のコンバインドがよろしいですね。合わせている、まとめているという話ということで、問題ないかと思います。さあ、皆さん、続いてこの下線部、意に関する問題でございます。まずは設問の指示を一読していただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、選択肢4つございますので、この中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、フィッチは関係代名詞ございますので、もちろん普通に考えたらその直前の名詞を指すはずですよね。ですから、ここから選択肢の C、こちらにつなげていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。こちら下線部うですね、それが指すものをこちら選択肢4つの中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、もちろん it でございますの、その手前の文章ですね。で、皆さん、読んでみると牛が放出している話がございますので、皆さん A と D に絞りますね。で、あと皆さん、何を放出してますかと言われたら This Damaging Gas。で、皆さん、それを遡っていただけますとメタンにたどり着きますよね。ですから、選択肢 A が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第4段落でございます。皆さん、2行しかないんですが、こちら空欄ウーですね、この選択肢の中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、これは40種類のものがですね、1つに縮小してますよね。ですから、その縮小の言い換えと言われたら、もちろん F のナロードですよね。狭めるわけですから、皆さん、縮小につながっていくかと思います。さあ、続いての段落でございます。まずはこの空欄 A のところでございます。これに入れる選択肢をこちらですね、残った中から選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、これは大体6000ヘクタールと言っておりますので、こういう数字と相性がいい選択肢と言われたら、正解は C ですよね。エスティメイティッドということですから、見積もりということで問題ないかと思います。続いてこちらの絵の問題でございます。まずは設問の指示だけ一読お願いいたします。さあ、皆さん、選択肢4つございますので、この中から選んでいただけるとよろしいかと思います。まず皆さん、選択肢の C ですが、
プロフィッツ、利益に関するお話はどこにもないですね。そしみさん D もフードサプライ、食べ物の供給に関してもなさそうですね。で、残りの選択肢 A と B、どちらも効果とか影響の話をしてますね。それがおそらくこのあたりのことを言ってるんだと思われます。田辺さん、その影響がいいものなのか悪いものなのか、そのヒントがこちらですよね。つまりマイナスのメタンがレス、つまりプラスの価値観を持った表現ですね。ですから選択肢の A、 ダメージングではないですね。ですからいい方向に行くわけですから、気候変動に対する影響、それを減らしてくれるんですね。つまりプラスの価値観でございますので、 B が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、最終段落でございます。こちら空所 O ですね。で、皆さん残ってる選択肢3つでございますので、この中から選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、これ空所の右側 To 不定詞ございますので、その観点から選んでいただいてもよろしいかと思います。もしくは明らかにダメなものは D の Participated ですよね。皆さんご存知かと思いますが、後ろ前置詞 in がつくので自動詞。で、皆さんこれを空欄 o に入れてしまうと、 be 動詞プラス過去分詞で受動態になっちゃってますよね。で、もちろん自動詞は受動態にすることができませんでしたので、そういったところから D がダメと考えていただけるとよろしいかと思います。そして皆さん、こちら benefit プラスのお話をしておりますので、ダメージマイナスと言い換え可能にならないですよね。ですから正解は needed ということでよろしいかと思います。すいません、お疲れ様でございました。皆さん、空小集問題と下線部説明たくさんやってきましたが、少し振り返らせてくださいね。で、空小集問題の1題目、人間の活動が原因、温室効果ガスが結果、この因果関係を把握して構図度を選びました。もちろんそれは言い換え可能だと判断したからですよね。そして下線部説明の1題目もリトル点点点、まあほとんど気づいていませんでした。そこと皆さん正解となった選択肢、皆さんこういう関係ですよね。ですから設問形式が変わっても、我々が大学側に求められているのはたった一つのことなんですね。言い換え可能、これは探してくださいねというのが大学側からのメッセージです。ですからこのあたりを意識して今日も頑張っていきましょう。